ボクシングの元世界2階級制覇王者ルイスネリ、メキシコが2日、勝手に敵打ちを宣言した。6日に東京 D で世界スーパーバンタム級4団体統一王者、井上直也、大橋、2世界挑戦。この日は X を更新し、井上に敗れた元 WBC&WBO 世界同級2団体統一王者スティーブン・フルトン、米国へ、ウィンクを送った。 実際の投稿、厚杉京都を着た井上直弥に挑戦ネリがフルトンに送った、敵打ち宣言フルトンはニューと投稿。ボクシングで判定にもつれ込んだ際、新王者がコールされる時のフレーズだ。この投稿に反応したのがネリだった。コメント欄にウィンクをする絵文字を返信。自身が新王者になるぞというメッセージを込めたような行動だ。一方、 昨年7月に井上に敗れたフルトンは今年6月15日にフェザー級で再起戦を予定。今回の &new の文字だけでは自身を鼓舞するなどどんな意図があったか定かではないがメリとフルトンが絡むのは珍しい。一連の投稿に対し日本人ファンはフルトンもネリを応援してる。厚すぎ京都を着たなどと反応している。